あ、どうも、ショーです。今日はですね、まあ、だいぶ前なんですけれども、自分が借金をいろいろ抱えてて、で、まあ、家売却と同時のその借金を全部返済しましたっていうその動画を上げたんですけれども、ね、借金がこう返済されて、まあまあそのいろんな精神的な負担であったりとかそういうのから解放されたと、思いきやですね、やっぱりね、人生っていろいろとこう山あり谷ありなわけであって、でまだね、そういろいろと解決できてないことが結構多々あります。で、今日はね、どういった話をしようかというと、まあ、今現時点でもこういったプライベートでこういうことが起きてますよっていったこと、それに向けてどういうふうに今後対処していくのかっていう、その何だろう、生き方の姿勢的なところで、まあ、ちょっ と、こうみんな その力添えになればいいかなと思って、動画撮ってます。でね、今現時点起きてるのが、その、まあ、今年の4月3月4月ぐらいから、その何だろう、まあ、家売却して借金全部返済して、といった形で対応したんだけれども、実はね、去年からね、ちょっと身内、まあ、自分の母親のことなんだけれども、その母親がちょっとまあ病気になってしまって、結構大変な病気で、もうほんと1年中ずっと入院してて、で5月になんとか家に頑張って帰ってきたんだけれども、結果まだそのなんだろう、もう一回入院してから、結構危ないかもしれないみたいな感じのところまで行ってしまってるというとこ、行ったところでですね、そういったものがありつつので、なんとその今年のいつだっけな、頭ぐらい、なんかずっとね接点なかったんだけれども、うちの親父の方もね、なんかこう心臓に何かあったってこう、まあ連絡来て、でまあ連絡来たので、手術をして、なんか管でもなんか心臓に入れたのかな、そういったところで親父の方もなんか一回手術もして、まあ、退院してるんだけれどもね、といったこともありますし、プラス今年はね、なんだろう、うちの犬ね、僕が飼ってるあの愛犬が、盲目になりましたね。全盲です。SARS っていう病気、先天性なんか病気かなんかかかって、で目盲目になってるのと、あとね、脾臓かなんかこうできものがこうあって、でまあそれを取らなきゃいい、取るだの取らないんだの、どうし検査する検査しないなので、まあ、手術するんだったら20万とか100万とかかかるだろう、なんだろうっていう、まあいろんなね、こうやっぱごたごたとあるわけですよね。でこうみんなにこうシェアしたい、なんでこんな動画上げてるかというと、あの不幸自慢でも何でもなくて、自分ね、どちらかというと自分の人生すごくラッキーな方だと思ってます。どちらかというとというか、かなりラッキーな方だと思ってて、なんだろうな、まあちっちゃい頃から、まあ、家族4人で暮らしたんだけれども、パーキンソン病に母親が発症して、で親父がまあ実家に帰れていって、でまあ最初親父と暮らしてたんだけれども、まあ、男手で育てることができなくて、結局その中学生の頃から、なんか寮に住んで、母親と母子家庭、まあ、パーキンソン抱えてる母子家庭として、でなんだ、生活保護も受けながらっていった形で、やってきました。でやってきたんですけれども、物の見方って、あるわけだって、そのなんだろう、まあ、今ねすごいなんかいろいろとこう重なってるなって、このここ 1,2 年ぐらいいろんなことが重なってるなとあったんだけれども、さ、こっから先の生き方って多分僕の中では2パターンに分かれると思う。人と人の生き方として、一つは、あ、なんでこう自分でこんな大変な人生なんだろうって言って、文句を言いながら、ブツブツ言いながらひそひそと生きていくのか、それとも何くそと思って、これからじゃあどうやって解決しておくか、どうやってこう自分の生きたいように生きていくのか、って言ってチャレンジをする、どちらかの2パターンになるんじゃないかなって、今のところ僕は思ってます。まあそれしかないじゃないですかでね、すごくラッキーだったっていうのは、今は僕家庭持ってますし、そのね、何でもかんでもこう支えてくれる、僕がいることを支えてくれる妻もいるし、まあ、そういった部分では本当に非常にとてもラッキーで、今好きなことをやらせてもらってて、こういった YouTube 活動とかも一生懸命、ね、やらせていただいてるんですけれども、あのね、その
アドラー心理学じゃないけれども、やっぱね、アドラー心理学って目的論なんですよね。うん、普通一般的にはなんだろう、原因論で人間考えちゃうんですよ。こういったことがあって、こういったことがあって、過去にこういうことがあったから今の自分が形成されてるみたいな感じで考えるんだけれども、アドラーは逆ですよね、目的論。うん、こういうことを避けるため、こういったね、自分を避けるために今の自分を作っている。要はそのなんだろう、例えばチャレンジしない人だったら、チャレンジをこうしない人はなんだろうな、こういった未来の変化を恐れてだったりとか、今のままでいればそのなんだろう、みんながかわいそうって目で見てくれるとか、そういった感じで、自分がそういう見られるために今のそのかわいそうな自分を作るというか、そういった振る舞いを作っていくっていうのがアドラー心理学の考え方で、逆を言えばなんだろう、今の自分を変えられるっていうのはさ、やっぱね、自分やっぱ成功したいと思ってるし、いろんなことをチャレンジしたいと思ってるし、最高の家族作りたいとも思ってるし、まあすぐにはね、今すぐどうこう変えられるってわけじゃないけれども、やっぱりそういったビジョンを常に描いてます。こういった仕事もしてみたい、こういう風なそのライフスタイルを形成していきたいといったところで、いろいろ考えてるんですけれども、そのためには今自分がどうすればいいかっていう考え方なので、だからね、悲観したことってあんまないですよね。アドラー心理学勉強したからっていうのもあるし、いろんなこう企業しようって言った時からいろいろ勉強したのもあるんだけれども、まあもちろんそのアドラー心理学とかが 100% 自分に入ってるわけでもないですし、まあ、心理学を用いたコーチングの資格を持ってるけれども、それ 100% 活用できてるかって言ったらそうではない。ただそのコーチングの考え方もしっかり、その心理学の考え方もしっかり、確実に自分のためにはなってるというふうに考えるし、だからこそ今現時点で自分が不幸だとも思わない。いやそういったことはいろいろあるけれども、それらを乗り越えるというか、じゃあどうしていくかっていう、なんだろう、試練じゃないですけれどもね、人生を作っていくためのその問題たちというか課題たちと捉えてるので、別にそんな苦でもなんともないかなって思う。まあ、もちろんね、この感情の部分では辛いなとかってあんまないかな。ちょっと母親のことは心配だとか、うちのワンコちゃんどうしようかなとか、そういうふうな心の気遣いだったりはあるんですけれども、やっぱりね、基本的にはそういった考えを持ってるので、特に全然悲観はしないかな。もちろんね、何かあったら泣いたりとかいろんなことを思ったりするんでしょうけれども、やっぱり基本的なそのスタイルは今までずっとそういった形でやってきてるから、今こういった活動もできてるっていう、まあ、全然身になって、まだ実ってないんだけれどもね、そういった形でやってます。基本的に三角柱で考えた方がいいってね、本にアドラの本だったかな、書いてあったのだいぶ前見た。例えばさ、いろんな問題抱えてる方もいらっしゃると思う。仕事場でいじめられてるとか、問題が山積みだとか、離婚問題があるだとか、借金問題があるだとか、それについて僕がどうこうできるわけじゃないんだけれども、ただ全ての問題はすごくシンプルなんですよ、ね、シンプルなんです。三角柱でと、三角柱ないな問題がねあるじゃないですか。で、一つの問題がこう表面にあって、でこっちの方にかわいそうな自分がいますと。じゃあこっちの三角柱の逆側のこの面は何があるかっていうと、じゃああなたこれからどうするのっていうことです。例えばいじめられてる自分、かわいそうな私、これで問題終わりじゃないですもんね。じゃあどうするのっていうことですよ。母が入院してる、かわいそうな私、じゃあどうするの。それだけシンプルです、非常に、ね、夢を叶えたい、でもなかなか夢に、ね、こう向かって努力することができてない私、じゃあどうするのなんです、結果的には。で、人間って質問をするとそれに答えようとする性質があります。そうやって脳が作られている。質問をすればその今考えていることからパッと抜けて、その質問に答えようと頭がクッてこう働くシステムが人間には備わっているので、もしね、そう悩んだりとか、なんかどうしようもないなとか、手も足も出ないような悩み、とかがあったりしたら、
ぜひ今の話をちょっと思い出してみてください。うん、で辛い自分問題があって辛い自分があるんだけども、その裏返し三角柱の裏返し の目を見てみたら、じゃあどうするのか、それについて自分はどうすんだと、俺だったら翔どうすんだお前って、それどうする、うん、逃げるのやるの、それとも違う方向でやるのか、それとも悲観し続けてずっとボソボソボソできていくのか、愚痴をね垂れながら生きていくのかといったところです。うん、でそう考えると非常にねちょっと心が軽くなるじゃないですか。といったところで、ね、今日はねちょっと借金から抜け出したんだけれども、まだまだいろんな問題がありますよ。ただ、それらを乗り越えるために必要なそのマインドセットというか、そういったところで、ちょっとシェアしたいなと思って動画上げました。もしね、ちょっとでも勇気づけられたとかそう思う方は、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。